2021年11月15日、それは突如として始まった。最初は彼女らは何も疑わずにただ純粋にゲームを楽しんでいた。しかし、次第に彼女らはこのゲームの恐ろしさに気づき始め、気づいた頃にはそれは遊びから命を懸けた戦いへと変わっていった。しかし最終的には理不尽な世界によってリタイア。彼女たちの物語は一度幕を閉じたのだった。しかし彼女たちは諦めなかった。前回のリベンジを果たすべく再び舞い降りた霊夢とマリサ。今度は人参縛りという自身の首を絞める条件のもとリベンジが始まった。しかしここでも、新たに出現した第三勢力バグによって彼女たちは苦戦を強いられた。荒ぶるマリサ、地面に埋まるマリサ、地獄とかするマリサ、ガチ泣きスループ主かっこ成人男性。果たして今日彼女らはこの地獄を抜け出すことができるのだろうか。どうめっちゃかっこよく冒頭シーン作ってみたんだけど、俺のセリフで全て台無しだがな。というわけで今回で残りの5つのステージを攻略していきましょう。マリサさん今の心情は？私の心ダイエットでもしたんかな。何その心が軽いの遠回しない言い方。ちなみに残りの5つも2周目ということをご理解ください。なあ、じゃそんなしに急ぐん。1周目の経験上46と47ステージがかなりの難関だな。あれ、もしかしてこのステージ飛び移るところか。お前が一番苦戦してたステージでもあるな。まああの時は本気出してなかっただけなんですけどね。だったら最初から本気出せや。無駄になった1時間半の時間分代金請求すんぞ。ちなみにおいくらで？3億4だけおめえに価値あるんだよ。ここだぜ。ここもバニーマン特有の2人だからこそ難易度が上がるエリアだぜ。このゲーム2人プレイに優しくない。ちなみにここはご覧の通り2人同時にタイミングよく飛ばないといけない高等テクニックが必要だが、1周目のプレイから私たちはすでに攻略法を見つけ出してるぜ。まずは1周目の初見プレイ時の映像をどうぞ。おい、なんだぜこれ。どうすればいいんだ。もしかしてこれトロッコやボートみたいに2人で同時に飛び移って移動する感じじゃない？なんだそりゃ難易度高すぎるだろ。マリサそれ絶対話さないでね。任せろ。何のために毎日若い女の子の足触ってると思ってんだ。マリサこの後個人面談開こうか。ってこれ2人で向こうに飛び移るの難しくねえか。霊夢バックだバック。わーち、なにどうしたの。わーちがちー。おやめろ、もうよく食ってるだろその子を。話しやがれ。せんな、私二人先に加藤しまされてたのか。待って、これ以上はダメむ。霊夢まだ乗れねえのか。ちょっと待って、地味に難しいんだよこれ。霊夢乗ったか。乗ったな。よし霊夢行くぞ、しっかり捕まる。おいおいおい、誰を乗せてんだ。戻ってこーい。下手に動かない動かない。よし、マリサいつでも飛び移ってきていいよ。すごいぜ霊夢、手名付けるのうまいな。よーし、私もこのバグを手名付けて今そっち行くぜ。おいかそんなもん連れてくるんじゃねえ。わーという私たちの過去の経験から察するにベストな乗り方を思いついたんだぜ。ろくな過去がなかったな。その乗り方というのがこれだ。レイムにリスク大殺戦。クリ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 。これで私とレイムが同時に飛びやすくなるから安定した飛び移りが可能となるんだぜ。あつ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 。あとは分かりやすいところに置かれてる人参をゲットしてこの最後の難関さえ突破できれば私たちの勝ちだぜ。お、そうだな。ただ一つ問題があるとすれば、私の成功率が過去最高レベルで低いところだ。どんどん最低記録更新していくのやめてもろて。ちょっと集中するから話しかけるなよ。わかったのぜ。私は道端の石ころ。石ころは恐怖心を抱かない。つまり何も恐れる心配はない。もしもし道端の石ころさん。誰が石ころやぶん殴るぞ。なんなんだよおめえは。よし、なんとか渡れたぞ。アップねー。よし、無事ステージ6クリアだよマリサ。2周目クリアできなかったからって1周目の映像使いやがって。黙らっしゃい。さて難関ステージおかわり入りました。ここは中盤が鬼畜すぎるんだぜ。序盤は簡単すぎてどうってことないぜ。やっぱ長年バニーマン経験してると操作も自然に上達するっちゅうわけだ。と言ってますけどね。実際はリスチから近いという油断で裏では私たち死にまくってるんですよね。このステージ何回1周目合わせてここに来るまでで20回は死んでます。立ち上がれクソボール、私が相手だ。おやったれやったれ、ボールの存在意義ぶっ壊したれ。クソボールごときが私の未来を阻むなー。ダメだ、全人類ボール様に支配されて終わりだ。ボールに遊ばれる側ってか。ご覧の通りゴールするためにはこの妨害を避けつつ進まないといけないんです。別にボールは問題ないんだぜ。問題は長時間のプレイによる疲れが出てきてるところだ。何してんだ減ったクソ。バニーマン終わったら2週間旅に出てやる。風なんとか乗り越えられたよ。よくやったぜ霊夢。というか正直あのボール見かけだましだよね。言われてみや確かにボールで死んだことねえな。そりゃ見たことか。あんな見かけだましにやられるおバカさんいないでしょ。思惑が外れて残念だったな制作者。行くよ、おうどんとこい。ボールが3つ来たタイミングだよね。あれ ?1 個だけ多分バグだぜ霊夢、今がチャンスだ。よし霊夢ちゃん合格者、ぶっざけんなクソボールが。ということで無事ステージ7もクリア。残りは3つだけだな。さあやってきましたステージ8。実はここ1周目より前にこそ練してたので実質私だけ3周目のステージとなります。3周目の女ってことか。なんか人生経験豊富そうなベテラン女子みたいで嫌だ。はい来ました、このステージ一番の難関ポイントです。動き回る中飛び移らないといけないのが面倒だな。けど私はもうコツは掴んでるので。はいこの通り。さすが3周目。その名で呼ぶな。1周目兼2周目どんなあだ名だよそれ。経験してるとはいえここガチで難しいんだよな。少しでもタイミングミスるとこの通り。私ももう1周経験していれば。なんだて名称いじりか。年齢いじりみてえに言うなよ。よっとオッケー難関クリア。もう難関クリアした時の達成感も何も感じられねえ。上にある人参をゲットしてこの一見難しそうな水中コースを進んでいきます。ただここはコースさえ覚えちゃえば基本積むことはありません。
おいおばさん、まだ3周目だわ、ピッチピチだぞ。さて私はこのトラウマゾーンどうにか克服しないとな。え、一見普通のアスレだって。バカ野郎、お前らこのアスレの恐ろしさ知らねえからあんなこと言えるんだろ。なんだここ普通のアスレか。ゴールの音も近いし、ここさえ越えればクリアっぽいな。うわ、しまった、ミスっちまった。わー、黒だけどこのようにここ落ちたら一瞬で黒焦げにされちまうんだぜ。だからここだけは慎重にいかねえ。あっちあれ生きてる、オーバーキルやめろー。最後のあのプレッシャーどうにかしてほしいぜ。わかる、簡単なアスレなのに難しく感じるよね。序盤なら全然そんなことないのに。なんでそのタイミングで言った。ほら、霊夢まだ来ねえのかよ。おい、こら先に進みすぎるな。画面が広がって見えなくなるだろうが。わバニーマンあるあるだが、片方がうまくいかない時に限って片方が成功するんだよな。この理論で言うと私は今回はゴールできるだろうぜ。いや、これは無理だ。そこのままじゃ間に合わねえ。せめて人参お前だけでも生き残れ。もういっそのこと私を殺してくれ。黒焦げにされてますやん。なんとかマリサが乗り切ったところで私も無事ゴールしてステージ8クリア。さてこれを皆さんはこう思ってるはずでしょう。どうせステージ49と50となれば難易度もクソ高いんだろうなと。そうですよね。大体のゲームはレベルが上がるごとに難易度も上がりますもんね。ゲームの常識ですもんね。ただこのバニーマンはその常識すらぶっ壊してくるんです。というとつまりこのゲーム楽に49と50がめちゃくちゃ簡単に作られてるんですよね。せっかくのクライマックスが台無しじゃねえか。さて困った、どうやってこの簡単なステージの尺稼ごうかな。私としてはさっさとクリアしたい気持ちでいっぱいだけど飛びすぎた。ナイス尺稼ぎ。本来ならばもっと苦戦してる姿をお見せしたかったのですが、プレイ中の私たちは動画映えよりも自身のメンタルを優先しちゃってますね。成人男性大号泣。本人曰く成人になってからあそこまで号泣したことなかったそうです。お前の中の人おかしいんじゃねえの。ゆっくり実況者大体は変人だろ。でもこれでこの地獄から解放されると思うと心が楽になるぜ。ほら見ろよ、私の心なんか今にも踊り出しそうだ。もうこんなゲーム大嫌いだ。もう一回遊べるドン。その後はこれといった見せ場もなく越えていき、秘密の通路に隠されてた人参もゲットして、無事このステージもクリアしましたとさ。さてここが本当の最後のステージです。とは言っても1周目もほとんど死ぬことなくクリアしたレベルの難易度なので、あまり盛り上がりには欠けますけど、もしバニーマンにクレーム入れるとしたらステージの順番と成人男性が号泣しだすってことぐらいだな。マジでこのゲーム成人男性全員号泣すると思います。成人テロだな。けどおそらくこのステージ人参の場所が過去一見つからないと思います。そうだな、確かに人参の場所だけがわからなくて苦戦してたぜ。これから現れる私の後継者のために人参の場所だけ教えておくと、実はこの水の中に隠されています。もし人参縛り最速タイム実況でもされる場合はぜひ参考に。成人男性の涙枯渇させるか。さてそれでは最後に振り返りをしつつバニーマン実況を終わりましょう。皆さんここまでいかがだったでしょうか。意外にもほとんどの動画が10万回再生されてて内心大変喜んでいます。皆さんは私が苦しんでる姿がお好きなんですか。けどまたこういった鬼畜バカゲー遊んでみてもいいかもしれませんね。おいさっさと池や真面目な話してんだろうが。さて無事ゴールもしまして、これにてバニーマンとも今度こそお別れです。ぜひここまで付き合ってくれたマリサ役のメトクマさんとテトさんに拍手を送ってあげてください。それではここまでのご視聴ありがとうございました。